異世界居酒屋の部、星さん。王道を行く料理と人情漫画、内容的には深夜食堂といった感じ。この漫画はナロー系の有名ジャンルである現代料理無双をする作品であり、なぜだか異世界ナーロッパの人族が客として現れるようになった居酒屋が舞台の漫画。主人公はその居酒屋を独り立ちして始めた若い人族のオスであり、主にベネツィア風の町の人族がその居酒屋に現れて、彼らの課題や問題を料理を通して解決したりするという人情漫画。Google Earthでベネツィアの地図を見るとこれとまんま一緒の地形を見ることができるので。シナリオのメインキャラはこのベネツィア風の国の衛兵だったりといった感じで、居酒屋は料理を通してそのナーロッパ人が課題を解決するたまり場であるという感じの人情漫画。シナリオが安定しているし、彼らナーロッパ人が居酒屋を通して子供ができたり仲良くなったりする様のシナリオの作りがお上手であり、安定して面白いので電車内の暇つぶしに最適。ガラスがクッソ激烈に存在したり、深夜に明かりがこうこうとついていたり、ナーロッパの人族が中世において強盗しか徘徊していないようなクソヤバの街の飲み屋を徘徊したり、言語が通じるとかわびさびが効いてていいのぜ。それ以上いけない。